こんにちは、ベンジです。龍が如く極み2の続きをやっていきます。天のビルに入るところです。鍵はね、前回手に入れたんで。おい、ここからは俺一人で行く。ここで待ってろ。ええ、ああ、よかった。わかったわ。何かあったらすぐに行って。一人で来いって言われてるからさ。うわ、大悟を探せ。あ、もういきなりあれね、戦いまくったね。なるほど。え、QTE が来てたとはな。こいつ強いかも。強いぞ。あれやるか。あ、ダメだ、溜まってね。おら、行くぞ。あれ、なんで、これ連打。すげえ減っちゃった。回復しとっか。あー、ほっほー。で、これは壊せますよと。断熱データいいね。ノコギリいいね。ノコギリ使ってこう。こっちパッドもあるよ。これ何？野球ボール？高級。撃たれてない。ああ、遅かった。銃をもらってく。よし、これね。よし、こっちは誰か。分かった。何これ、いいね。おほこのままでいいってガードできんの、すごっ。よし、島を。あ、島やな。銃は拾えないのか。今のマシンガン欲しかったね。スタミナダブル X。 いやー遅い。もう使わねえだろうけどさ、こういう特殊な武器はなんか持っていきたいじゃん。捨てよ。ごめん、多分いいもんがある。スラッパー、わお、こいつ絶対強い。あ、オッケー。うわ、そういうもん見えないんだって。痛い。デスパイプ、よいしょ。すごい避ける。よし、会えた。よし、あー、人殺し。ん？どうする？あー、死んだ。3回くらいでしょ、ここ。誓って殺しはやってませんっつってね。キリュウちゃんの持ちネタだから、誓って殺しはやってません。俺今ここら辺に見えたんだけど。謎の外国人。
よいしょ。僕ともほらいい。ちゃんと振りが日本刀っぽい振りしてるね。いや新鮮なのこれ。よっしゃ。あ、よいしょ。お前もだ。ナイフの方がいいか。使用回数が少ないな。面白そうなものあんじゃん。あれ死んでる。ヒートアクション見たい。うわ、そのまま燃えるじゃん。ハンマー。うわ。お前邪魔だから。あんまり。よし、これ。あれ、壊れた。よし。ガチャッと。ちぇ、なんかあるよ。なこれ、ロング鉄パイプ。どこ隠れてんのかな。来た。よし。ナイス。うわ、柔らかいね。棒術だね。こいつ今までのより体力ある。こういうの使ってこう。あーどこせ。これ壊れないよな。なんかないかな。あった。はいはい。よいしょ。壊した。うわ強い。技を持ってるね。おお。よし、ロングで。うわ、こいつマジできる。こういう時はこうか。よし、次は普通の鉄パイプ。痛い。ダメだこんなんじゃ。他にこれですか。よいしょ。どこでしょう。やっぱ硬いやつにはこれなんだよな。うわ強い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 。投げ技か。よし、はあ強かったわ。どっちだ。ん、なんだ。え、第2ラウンド。ボスだもんねこいつ。ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ。いや刃物が。お、ちょっとちょっとちょっと、これ殴ってる最中に QT やられても押しちゃうからさ。回復しよう。回復すごい使うよこれ。おお。
よし、立て。ガードじゃなくて、スウェイ。いや、死ぬ死ぬ死ぬ、危ない。やばい、捕まれた。やるな。来い。まずかわしてからか。ダメな。痛い。すごい強いこいつ。わかった。もうそういうことなら。あれ？スタミナ？ほっほー。ああ、そういうことか。タウリナか。あ、オッケー。ああ。なんか鉄パイプかな。ちょっと待って。ああ、もう減っちゃった。うわ、やばい。めっちゃ攻撃力ある。痛い。やばい。よいしょ。よし、ちょこちょこと。じゃ、死んじゃう。タフネスダブルゼータはいっぱい買っとかないと。よし、チャンス。うわ、嘘。痛い。ダメ、適当にやるな。死ぬ。はあ、スパゲッティ行こう。まあね、寿司詰め。なんという味だ。タウリナ行こう。よし。なんかねえか。あった。はい。追い打ちの極みはないかこれ。ネームドではないからな。来た。はい。こんな黒装束の男だぞこいつ。うわ、いいね。いい膝が入った。めっちゃ強かった。もう出てこないでしょあのレベルは。あ、ここ回復アイテムないかな。お、いたね。あれ、同じ見た目してるね。双子ですか。伊達さん、桐生か。久しぶり。あの桐生。和樹。桐生さん。はっ。見分けつかないわ。これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。分裂しちゃったね。和樹を追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか。河原さん、
俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。手顔なめんじゃねえ。ナリはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。そうなの？店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した？何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ？やめろ。また俺の前で人を殺すのか？勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ？勘だよ。なんだと？あんたは刑事の勘で人を撃つのか？刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺にはわかるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。本当だよ。来んな。わあ。カラさん、カズキ。いや、そんなことしてる場合じゃない。もう一発撃たれる。昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ？死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ？結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。なるほど。そういうもんさ。そのピアスで分かったのかもね。今だ。撃て。うん、撃て撃て。絶対撃て。伊達。伊達誠。撃て。どこ狙ってんの？遺跡。神。守護だ。韓国人です。うん。誰？絶対伊達さんじゃないね。カオルちゃん。銃声がしたから駆けつけたのよ。忘れてたわ、存在を。でも心臓打っちゃうとさ、聞けないじゃん、話を。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、そうなんだ。さすが伊達さん、修羅場をくぐってるね。あら、6章クリアだ。7章、海外組織の影。6章は短かったな。5章長かったけど。一刻も早く治療しなければ。どこか見てくれるところはないのか。蒼天堀なら知ってんだけど。知り合いに医者がいる。とにかく担いで連れて行こう。うん、警察が張り込んでるのよ。堂々とは出ていけないわ。なんだって？そんなこと気にしてる状況じゃない。ことが収まるまでじっとしてたら和樹たちが死んじまうだろうが。それは分かってるわ。でも今警察に発見されたら状況を説明しても信用されない。ああ、確かにそうだろうな。俺らが怪しいってことだけは事実だからな。うん、じゃあどうすればいいんだ。うん、私に考えがあるわ。何？なんだ。とりあえずこの先にいる警官の注意を私が引くわ。職質されても私は問題ない。なるべく時間を稼ぐから、その間にあなたたちは反対の方向から逃げて。うん、できるのかそんなことが。さあやってみなければわからないわ。後で私もその病院に合流するわ。場所は太平通りの西にあるビルの中だ。わかったわ。ダッシュ中に人にぶつかると体力減る。途中に徘徊してる。職質を受ける。なるほど。よー、行くぞ。キリア、ダッシュしてなきゃぶつかってもいいのか。いや、ダメか。そこは通れない。これ道路通んないと。
こんなん怪しさすごいよね怪しすぎる。なんかわざと邪魔してくるようなやつはいないかな。ああ食べ、はーい、伊達さんにぶつかっちゃう。え、そこ、え、ここなの。あ、地下通れて。わあ、いいね。あれは警察ね。こっちかな。あれ、いや、こういけんのか。そっちかな。警官がいる。よし、ナイス。カズキ死んじまうよ。え、ああ急ごう。こうね、もうちょいだ。そこだ。オッケーオッケー。こっちじゃない。あ、死んじゃう死んじゃう。ちょっと伊達さんぶつかんの。大怪我をしてる。頼む。あ、カーラさん、それにお前、すまん、至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷ってる。確かに。何をやらかした。銃で撃たれた。この医者誰だっけ。この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。よしってね。早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。そういう時はサイの顔荒だったんだけど、もう真島建設になっちゃってるからね。どこで身を隠す。しかしこんなことになるなんてな、まだ状況が把握できない。ああ俺もだ。まさかあの場所にお前が現れるなんてな。少しお互いの情報を整理しておく必要があるな。俺もそう考えていた。少し場所を変えて話した方がいいだろう。どこか適当な場所があればいいが。セレナだね。そうだな、あ、セレナ行こう。セレナか。今はどうなってるんだあの店は。今は俺とさっきの女がアジト代わりに使ってる。そうなのか。だがセレナはスターダストに近すぎるしな。警察が来ているかもしれない。そうだな。今は迂闊には近づかない方がいいかもしれないな。じゃあスターダストもダメじゃん。バンタムってどこ。バンタムへ行こう。ん？チャンピオン街かな。バンタム。伊達さんにはバッカスって言った方が通じるかもしれないな。ああ、ミレニアムタワーの近く。ああ。おお、あのミレニアムタワーの裏側にあるバーのことか。名前が変わってバンタムになったんだよな。ええ。今のあの店のマスターとは1年前知り合いになった。あそこならスターダストからも離れているし安全だろう。確か1年前。お前と俺が初めて話したのはあの店だったな。そうだったね。しかしまさかカズキが2人も現れるとはな。一体どうなってるんだ。今はまだこのことをユーヤやスターダストの連中には話せないな。ああ、よした方がいい。今あの2人のカズキに関しての情報が全くない状態だ。無駄にユーヤたちを不安にさせるだけだ。そうだな。ユーヤをこの事件に巻き込んでしまう可能性もあるからな。ユーヤもこの1年で店長になったらしい。カズキがいなくても店を守れるだろう。しばらくは黙っていることにしよう。キリュウさん、タツさん、来ちゃったよ。ユーヤ。ん？お前、どうしてここは？いや。うちの店の常連さんに、怪我したオーナーらしい人が、ここに駆けつぎ込まれるのを見たっていう人がいて、それで、一体何があったんですか？カズキさんの容体は？カズキは今手術中だ。銃で撃たれている。銃で？なんでカズキさんが何かに巻き込まれたんですか？それは
さっきそこでヤクザ同士の抗争があってな、運悪くその流れ弾に当たっちまったらしいんだ。そんなそのヤクザってのはどこにいるんですか。俺オーナーの仕返しにぶっ飛ばしてきますよ。いや落ち着けゆうや。でも、うん、伊達さんから聞いたがお前スターダストの店長になったんだってな。はい。あ、はい。何人もの従業員とお客を抱えている。そんなお前がここで取り乱してどうする。和樹は今渋滞だ。厳しい言い方だがいつ治るかもわからない。そうだ、そんな時だからこそお前が和樹の代わりにみんなをまとめなきゃならないんじゃないのか。桐生さん、伊達さん。和樹はきっと良くなる。だからお前はスターダストのことに集中するんだ。そうですね。俺店長になってからも無意識のうちに和樹さんを頼っていたのかもしれません。でもそれじゃダメですよね。俺がしっかりしないと。ああ、ゆうやがバカでよかったね。ありがとうございました。お礼まで言われて。俺和樹さんが戻ってきた時にがっかりさせないように店頑張ります。うん、バカでよかった。あいつはまっすぐだからね。ふう、まあ今はこれでいいだろう。後で事件の裏が取れてからゆうやに真実を話そう。ええ、さて遅くなっちまったがバンタムへ向かおう。バンタムね。さあここがバッカス、今はバンタムかなんですけど、今回ここまでにしましょうか。ちょっとこっからもう一波乱あるかもしれないからね。あー入っちゃったよ。入っちゃったならここまで見ましょうか。久しぶりだなマスター。同じマスターやってんな。キリュウさん、この町に帰ってきたんですか。まあどうぞ。1年前を思い出すな。伊達さんと会ったとこね。何にいたしましょうか。嬉しそうマスター。マスターに頼みがある。なんだ、クローズにすんの。落ち着いて話したいからね。じゃあお前は情報整理ね。堂島大吾を助けるために天のビルに来たってわけか。ああ。だが分からないのはなぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの。大見連合。どう考えたって。どう考えたって大見連合。仕組んだのはおそらく。大吾と合田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってんだ。知ってるのか。昔カムロ署の4課にいたんだ。そうなの？カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。そうなんだ。マムシの別所に鬼瓦っていやカムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ。俺が一家に入った頃、もう15年以上前のことだ。警視庁に入ったばかりの俺は当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。ほう。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらずやり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だがそんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ。殺したんだ。河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。すごい。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは。ああ、当然死んださ。河原さんが殺したんだ。
全員死んだのか。俺は問い詰めた。容疑者とはいえなぜためらうことなく殺せるのかと。そしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。なんか過去がありそうだよね。不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。そうだろうね。だがただの外国人嫌いとも違う。俺はな、桐生、和樹を撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。止められてたよ。あのおっさんが抱える深い闇。おっさんとか言うな。俺はそれを理解してやることもできやしね。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな、先輩だからね。もともと一緒に捜査してた。そういや佐山はどうしたんだろうな。無事だといいが。ああそうだな、ちょっと探してくる。探してくる。佐山を探せ。はい、ということで今日はここまでにしましょうか。いや、いい店だよねここ。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。